迂闊でしたね。発売開始1月23日だったんですね。生きてきちゃいましたけど、それじゃ売ってないですね。まあまあ実物が見るのが大事ですからね。しかしこの時間、何でしょうね、この後は10時過ぎですね。1時間以上時間を潰さないといけないですよね。ちなみにここから飾って1100円できるんだ。あ、違うわ、飾ってあれか、奈良の方と違うわな、難解なんやで、ふわりとあれと思ってます。今日予定ではその後ね、宝シェイクまで行かないといけませんけど、さあどうしようかな、どうしようかな、何して次に用事があるのが22時48分まで何かしないといけないですよね。じゃあ今のうちにですね、茶番始めときましょうか。あの三日市町に行かないといけないですよね、この後。別に何の心配かないですよ。行って帰ってくるぐらいの時間あるでしょ、今から1時間今日あるんですから。せっかくだから今のうちに行っときましょうか。で、イコカ使えますよね。よし。よし。せっかくなんで、南海電車乗りましょう。ちなみにいくらや、まあ一人ずつ聞いとないやから、そんな高いことはないと思いますけど、三日市町は、160円だ、というか、どっち方面、高野山方面に乗りゃいいんやな。そのためも千代田なんやな。それはそれで面白いけど。よし。へぇ、南海電車ってほんまに久しぶりやな。もうただ乗るだけですけど。あ、考えてみたら俺、南海電車って下手すりゃ、阪神大震災の2日前に乗って以来や。1月15日、阪神大震災の2日前に実は、大阪の方に来てまして、そうや、あの時にね、南海電車のこと考えてみたら、南海電車は、難波駅とか南海難波とかね、行ってますよね、行ってはいるんですけど、電車自体は乗ってないわ。まあ、せっかく来たんですからね、まあ、一駅ですけどね、乗っときましょうか。なだら帰り、そのまま千代田、こんな感じですね。先に言ったらね、七年かちは有名で、ある意味有名なのが塩見橋ですけどね、これは高野線の方の案内図になってますけど、わかりやすいですよね。近づいとって乾きながらここで近鉄線のトンの乗り換えの時、もう全ての駅のやつが止まる。あ、金剛駅ってここ面白いですね。こうして見てみると南海の駅って面白いな。高野山極楽橋とかね、黒山ね、黒山は黒山村って言ってね、私も行ったことありますけど、こうして見てるとお茶屋があるんですけど、三日市でと思いますけど、こっちから行くと千代田があって金剛があるんですね。これはあのね、観光的にはこっちの方が面白いな。三寺三日市町行きっていうのもあるんですね。駅の構造どうなったでしょう、折り返しができるんや。へえ。とりあえず橋本方面乗っていけばいいのかな。いいみたい、こっちでいいみたいですね。向こうは難波ってなってますから。なんか、片扉なんですね。片扉の4枚4扉車。近鉄って通勤線片扉じゃないですもんね。名鉄はあったっけ。名鉄は三河線とかに走ってたのであった気がするけど、あれでも二扉でしたっけ。そっかそっか、わあ難解だ。あ、ちなみに三日市あれか、止まらなかったらあかんな。三日市町は林間工事は止まらないですね。急行階級でないとダメ。9時30分21時30分、次来るのは36分、あ、で38分、林ってんだ、これかな、林間田園都市だろうな。へえ、あ、の、行きの準急か、準急なのかな、これ、いろいろ、あ、区間急行か、あ、そうか、そうか、近所はちょっとだいぶ勝手が違いますね、見方が、そうです、区間急行、あ、これはでも三日市町止まるみたいですね、結構大きい駅なのかな、そうすると、ね、
急行、快速急行、快急も止まるってことになってますからね。35分。あ、もう言うとる。36分なんですかね。ちょっと遅れとるのか。この退避させる電車、こっちに入れるんですけどね。面白いな。普通ならっていうか、あの、近鉄ならね。なんか今、こういうのが、あ、じゃあまた、レトロな行きましたよ。レトロにレトロの連結です。おー、さらにブツった。すごいな。いわゆるブツ6ってやつですね。何回、ブ、じゃない。ここは4両編成、8両編成なんだ。あー、すごいな。電源とか、そこが使った。大江戸南極橋行きの最終列車に接続します。こんばんは、山陽と申します。今どこにおるかというとね、今日は私はですね、鈴鹿市のね、三日市ですよね。三日市駅に来てるわけ。久しぶりね、あれ、なんか電車が近鉄じゃない、丸ン色じゃなくて、なんかえらい南海電車みたいなの言ってますんで、いやあれですよ、ほらね、南海電車と近鉄は昔ね、戦前ね、一緒の会社だった時期ありますから、それは三日市にね、南海電車が走っとったっておかしくないわけですよね。ということでね、ほら、まさかの三日市町って書いてあるじゃないですか。あれ、町ってついとったっけ。あれ、町がつくのは平田町だったような気もするけど、ん、おやおやおや、三日市町、ん、河内中の、ん、やってもうたーってことでですね、毎度のごとくの、茶番劇、今回はですね、まあ、もしかしたら、ね、近鉄の三日市駅と、ね、南海の三日市町駅を間違えてきてしまう人がいるかもしれません、ね、今回は今までの中では一番距離近いですからね、広島と、この前広島だったんですから、それに比べたらね、この、三日市町、これは大阪なのかな、多分大阪なんだと思うんですけど、結構和歌山、もうちょっといたら和歌山のはずですけど、地名もわからずに、とりあえず三日市町って名前だけ見つけて来たんですけどね。そう。ということでね、今回は万が一、近鉄の三日市町駅と、ね、南海の三日市町駅を間違えてしまった人のために、ここのね、三日市町駅でのね、過ごし方をね、ちょっと攻略してみようというわけですね。まあ、別動画の方が先に上がってて、それを見た方はすぐわかると思いますけど、ここ、河内長野駅の隣の駅で、いや、河内長野駅の、方向幕ね、あれを取りに来たついでに、まあ、バーターでですね、企画をもう一企画やっちゃおうってわけなんですね。本当はもう一つ宝市の、企画もやるわけですから、三つぐらい掛け持ちのバーターでやるわけです。まあ、でもね、久しぶりに南海電車乗りましてね、本当にね、20年近く乗ってなかったな、考えてみたら南海電車って。やっぱ独特ですね。全然ね、あの、方向案内とかもね、やっぱしね、近鉄でやるとまだ違うものがありますからね、南海電車は。いやー、何があるのかな、この駅は。本当に全然分からず来てしまいましたけど、あ、友人駅だ。ちなみにね、週末フリーパックスね、使ってきてますけど、当たり前ですよ、近鉄の週末フリーパス何回で使いませんからね、いくかで来てますよ。まあ、キップスが使えるのはありがたい。よいしょ。よいしょ。160円なんですね。何があるのかな。河内長野市なんですね、ここ。そのまんま。へぇ。やべえな。これ、パッと見ただけでもなんもないですね。どうしような。バス乗り場がある。バス乗り場がある。とりあえずそっち行ってみましょうか。ね、IC の機械とか綺麗ですよね。駅前はこんな感じ。やっぱ河内中野の方が大きいのかな。でもロータリーは大きいですね。タクシーもいっぱい止まってますし、まあ、いざとなったらどうにかなりそうです。サンプラーさん、まあ、ほぼほぼお店も閉まってますね。スーパーマーケット。
ただあれですね、間違いなく言えるのは近鉄の三日市駅よりは全然いろんな建物ありますよね。近鉄の三日市町はどうでしたっけ。三日市は売店が一つありましたよね。でポストが一個あったというぐらいでしたもんね。あと野ざらしでしたからね。そうそうそう、やはりあれもね、我々はやはり一応近鉄勢ですからね、近鉄の勝てそうなところを探さないといけないわけですけど、まあ、あそこ普通でしょ、あ、急行止まる、あそこ一応急行止まりますよ、三日市駅は。1日に1本しか急行来ませんけどね、サンプラザっていうスーパーマーケットがあるんですね。こっちのスーパーマーケットなんか特徴あるのかな、というか、何時までかな、もう閉まりそうかな、なんかもう閉まりそうですね。うん、バスはもうないだろうな。あれ、これはもう間違いなく満喫とかそういうのはやっぱりないですね。一応ね、快活クラブとかのね、データを調べてるんでね、ないだろうなとは思ってるんですけど、こんな感じで、結構遅までやってるんですね。興味台もある。勝長の駅前行くのはまあどうせどこかな、金バス金曜日限定深夜バス24時53分。へえ、こんなやってますね。知らんかった。サンプラザ、あ、1階にもこうやってあるね。へえ、大きいですね。何時まで、10時45分閉店。あ、まだあるな。ちょっと飲むか買ってこ、せっかくなんで、ね、あんまこういうところ撮影はできませんから、ちょっと電気は消してね。さ、買ってきましたよ。おつまみとかね、もう弁当とかちょっとなかったんでね、おつまみとか惣菜でね、ちょっとこっちらしいのものとかあったんで買ってみました。面白いスーパーですね、サンプラザさん。あんまり中ふわっと映せませんけど、1階にねスーパーマーケットとかがあるんですけど、この下にね、ここに今2階で階段降りた1階にねスーパーマーケットがある。でもこの上のところにも簡単なお菓子とかね、ドライ品、ドライとかグロサリーとか、あとニッパはないのかな。ちょっとね、もうドリンク買ったところでドリンクとかを売ってました。一緒の値段で売ってるみたいです。ですので上にもなんかスーパーマーケットがあるような感じで、面白いですね。まあ上は生鮮はなんか置いてないみたいでしたけどね、面白い構造やな。あんまりスーパーでこういう構造見ないです。初めてですね。2層建てのスーパー自体はありますけど、同じ、ね、飲み物を、ね、多いお茶なら多いお茶を1回でも2回でも売ってるっていうね、で食品売り場みたいにしてるっていうのは、これは非常に面白いですね。さあ、ではね、まあ、すいません、もう仮に見るとこもない、もう時間も10時なんでね、22時17分の何倍機ある、これで17分か、まだちょっと時間ありますね。もうすっかり最近はチケットレスばっか使ってますね、近鉄は。何回もチケットレスあるんですね。一回ちょっとやってみたいですね。ちょっと、ああいうのって登録するのが大切。あ、これ下りなんや。へぇ、下りエスカレーターで使いました。やった。面白いですね。要は、ここから橋本方面に行くっていう人よりは、やはり、ナンバーの方に行く人が多いだろう。だからここはフラリエルカスカレーターして、向こうへ上りエスカレーターなわけですね。こっち方面に出かけるっていう前提作ってるんでしょうね。これが面白いですね。ここからも出入りできるんや。風をしのげる。間違いして向こう側にしかないのかな。あら、こっち側は、もう売店おしまいになってますね。公衆電話ありますけど。ここはコカ・コーラですね。ランチ普通ですね。さあ、ベンツとかもう野ざらしなんで、さすがにちょっとね、うん、この時間はね、さすがに、あれ、そうね、向こうはね、運転手、ね、上向きですよね。さあ、ちょっとどっかにがないのかな、待合室。こっち側は、あ、ありそうですね。寒いです。さすがに赤塚をしてもらいましょう。あったかそうかな。